はい、60歳以上の役員さんの場合ですね、厚生年金の保険料、それから、健康保険の保険料ですね、厚生年金の保険料は70歳まで、で、健康保険の保険料は、75歳までですかね、かかっているわけですけれども、結構高い、保険料が引かれていると。役員報酬から引かれているというふうに実感されていると思います。で、一方、役員さんの場合は、厚生年金の支給開始年齢になられたとしましても、報酬が高いとですね、年金が全く受け取れないという方が多いと思います。で、残念な思いをされている経営者の方が多いわけですけれども、私どもでは役員報酬最適化といいまして、役員さんの役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えるだけで、老齢厚生年金が支給停止にならないで受け取っていただけるという情報をお伝えをしております。ご関心がございましたらお気軽にお問い合わせください。